はいどうもまさしみゆチャンネルです。皆さん改めまして新年明けましておめでとうございます。2022年もどうぞまさしみチャンネルご視聴よろしくお願いいたします。みんなはお年玉をこういう風に扱わないようにね。というわけで今日は新年一発目の小ネタバグ検証をやっていきたいと思います。今日のお相手はですねポニーテールバージョンの山本先輩です。いやめちゃくちゃ可愛い。ではでは僭越ながら今年一発目のハグいただかせていただきます。まさしみさん俺にもことよろハグ。早くこっちにいらっしゃい。絶対に振り向くな狩られるぞ。はいそれじゃあ早速いろいろやっていこうと思うんですけれども、まずはですね交番に行きましょう。で交番に行って伊予さんネタですね。でまあ今からやることはまあ俺は結構前から知ってるんですけれど一応まあ小ネタって感じで見といてください。伊予さんはまあ皆さん知ってると思うんですけれどこうやって、服装が着替えられます。でまあ割と最近追加された方のこの新しい警官にチェンジすると、まあなんといつもね帽子同じなんですけどちょっと違うんですよね。新しいやつになります。ですがまあ帽子は変わってるんですけれども結局のところまあこの、キャラ編集でヘアアクセサリーをして動かしてみるとなんと、いや帽子変わってないんかい。なんやねんって感じなんですけれど結局ねイオさんね帽子変わってないんですよ。あ違うよく見たらあれか、あ新しい帽子内側に入ってんのか。あそうか、じゃあ結局のところ元のこの状態でも結局あの古い方の帽子が前に出てんのか。ちょっとせめてものあれでちょっと新しい帽子をちょっとこうやって前に出しとくわ俺。はいじゃあ次なんですけれどまずドラムセットを出します。これね小道具のその他でドラムセットをここに置いて、いやこれちょっと通行にもしかしたら邪魔かな。あやばいここで渋滞始まっちゃった。なんだったら和江さん走り出しちゃったよ。まあこんな感じでドラムセットどこでもいいんで置いてもらって、まあ、座ったらまあ皆さん知っての通りこうやってスティックを持ってねドラムを叩き出すんですけれども、これがですね小道具で、まあ、右手の方で傘を持つと、あじゃあロリータ傘でいいかな、はい傘を持ってそれでドラムを叩くとなんとスティックをねこうやって片手で叩くようになります。はいこれねいやまあ普通なんじゃないのって思うかもしれないんですけれど他のやつで試したらね意外とこうならないんですよ。まあ例えばじゃあスマホでこうやって触りながらやるとまあ案の定こうやってスマホに夢中で叩かないし、あとまあこれ座りながらでもできるかな、まあおにぎり食べながらだったらもちろん叩かないし、まあこういうねこういうやつだったらほらこういうのも無理だし、で座りながらだとあうちわとかならいける、うちわ叩いてんな。まあなんか叩くやつと叩かないバージョンがあるっぽいな。ああれかな、右手だけで動かす完結するものは全部片手で叩くのかな。あーでもほらマイクとか結構いい感じじゃない、なんか片手でさドラムを叩きながら歌ってるシーンとかに使えそう。はいじゃあ次なんですけれどこんな感じで、美獣さんのお家に来て、まあ、美獣さんを呼びます。はい、まあ、美獣さん呼んでそれでですね美獣さんと実は因縁の中のまあとある人物がいるんですよ。まあ人物というかなんというかって感じなんですけれど、まあちょっと皆さんもしかしたらね知らない人もいるかもしれないんでちょっと今から行きます。それがですねこの職員室にいます。職員室はいちょっと見ててくださいね。こうやって、まあ、美獣さん職員室に連れてきて、まあ、誰に会わせるかというと、いやもうすいや鈴井先生何やってんの、ちょっと早く座って。もそれがですね実はこの花子1号そうロボットなんですよ。これどうなるかっていうと、これ多分ね俺が今これ手を離したら喧嘩しだすんだと思う。ちょっと一回やってみるな。いやみんなもさこれ知らない人からしたらえ本当かよと思うかもしんないんですけど、ちょっといきますよ、せーのピッ。ほらほらこれなんでだろうな、これ
これなんでなんか恨みでもあんのかどうしたいきなり。これマジで謎やねんな、本当。どういうなんかバグなのか何なのかよくわかんないけど、ほらもうとにかく近づけたらこうやってロボットを殴んのよ。まあでもあれかな、追いかけたりはせえへんのかな。おなんや、おえやんのかやんのか、おい今ね、あの美獣さんに殴られた花子くんがね、あの警察の方に向かってるんですけれど、あ美獣が美獣が追いかけて殴り出した。やばい、かわいそうかわいそう、花子くん何もしてねえのに、やばいな。まあ皆さんももし気になる人は一回試してみてください。ちょっとそのぐらいにしときなさい美獣。ちょっとはい、それでは次なんですけれど、今からね教えるネタなんですけれど、これねアップデートで追加されたものなのか、それとも実は前からあったものなのか、ちょっと俺もよくわかんないんですよ。まあっていうのも内容としては、まあ、この会話がまあちょっととある会話が増えているとの情報なんですけれど、それが普通にこのまっさらな状態じゃその会話が出ないんですよ。まあこれいつも通りの会話なんですけれど、ちょっと今からその会話を出すにはどうやるのかっていうのをちょっとやってみたいと思います。まずね用意するものはねアイテム、まあ、アイテムをね何も持ってなかったらちょっとその会話が出ないんで、まあ何でもいいんで、まあめんどくさいんでちょっとコンビニでなんか適当に買いましょう。じゃあまあほんと適当にちらほら買っといて、でそれでじゃあちょっと外でやるか。じゃあこっちで、じゃあこの山本先輩にですねアイテムをあげましょう。何あげようかな。じゃあサンドイッチあげようかな。はい、で山本先輩にサンドイッチ今ねこうやってあげました。あげてそれでね会話をねこうやって見ていくと、あーほら見て皆さん、これお金ちょうだいじゃなくてなんかちょうだいっていう欄があるんですよ。でこれを押してみると、なんとほらもう一回俺が渡したものがもらえるんですよね。はい、で実はちょっと今ねおにぎりも渡したんで今おにぎりもらったんですけど、まあ何でもいいです。ちょっともう分かりやすく全部渡すわ。はい、こうやって全部渡します。はい、全部渡して、それで会話もう今出てたな。なんかちょうだい、ちょっと待ってね。なんかちょうだいが多分すぐ出ると思うんだけど、あったあった、出ましたね。いきますよ、せーのピッ。はい、押すと今全部渡したんですけれど、あまたおにぎりがもらえました。はい、こんな感じでね、まあとりあえず向こうのキャラクターに何かアイテムを渡しておかないと、というか多分アイテムを持っているキャラクターじゃないとこの会話がどうやら出ないみたいなんで、まあ皆さんも、まあ、見たことない人はねこのなんかちょうだい一回ちょっと試してみてください。はい、じゃあ今回はこのぐらいにしておきたいと思います。また皆様からのですね小道具アイディア、小ネタバグ情報とかはですね、YouTube のコミュニティ欄の方か、まさしみの Twitter の方までぜひぜひどんどん情報お待ちしております。みんなお年玉大事に使うんだぞ。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。おーいリュウジ、お年玉やるよお年玉。まさしみさん、俺はお年玉より大河が欲しい。そいつは金じゃ解決できねえな。おーい菅ちゃん、お年玉あげるよお年玉。やったー、そのお金で男買おう。うわ渡したくねえ。はあ、なんか渡してもこう素直に喜ぶ人がいないな。お、あそこに翔太くんいるじゃん。翔太くん、お年玉あげるよ。やったー、金。まあある意味一番お金もらって喜んでるな。うん、動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるからよかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろうな。バイバーイ。